はい、ということで今回はですね、バスインドネシア、バスバスインドネシア、バスバスバスシムをやりたいと思うんですけども、今回はですね、まあちょっとボクシーとかワゴン R とかちょっとモッドインストールしてみたんですけど、はい、まあ3台ですね、今日は3台、ご紹介していきたいと思います。まあご紹介って言って、まあ僕も全然見てないんでね、まあ紹介というかもう一緒に楽しんでるだけなんですけど、いきます。まず1台目はこちら。ピッ、おー、ちょっと待って、これ僕あんま知らないこれあんま知らんすね。これはですね、まあ、ホンダの CR-V という車ですね。はい。まあ、ちょっと、ユーズして、ちょっとカラーリングとかね、変えたいですけどね。ブルー。お、いける！はい。ちょっとね、もう、ガラスも全部真っ青青になってますけど、まあ、今回ですね、色変えれるということで、ちょっと色変えます。よし！じゃあ見ていきましょう。はい。ということで、やってまいりました。こちらですね、CR-V ですね。まあ、ちょっとまあ寄ってみようか。おー、プレステージ。さあ、ではですね、まず内装見てみましょうか。あ、そうか。あー、なるほどね。ちょっと今回これ内装で運転できなくなってますね。というのもスキンやっちゃったんで、このね、でもどうしたらいいんかな。色なしって難しいですよね。白くしたところで真っ白になると思うんで、今回は内装での運転ができないですが、え、なんかスピードの表示すごっ、なんかね動いてますよね。ちょっと全然前が見えないんであれなんですけど、まあ、内装はですねこんな感じで結構綺麗に再現されてます。ちょっと今回は内装視点で運転できないんですけどね。はい。じゃあですね、ライト関係見てみましょうか。まずはヘッドライト、あ、 OKOKOK、 あ、フォグランプも一緒に光ってますね。ウィンカー。おー、いいですね。そして、後ろはこんな感じとなっております。あ、一応ですね、テールライトもありますね。ブレーキランプ。あ、ブレーキ、テールとブレーキちょっと一緒になってるかな。ちょっと差はなさそうですね。で、バックライトは一応光ってますね。まあ、こんな感じですね。ちょっとですね、今回これちょっとキャリアモード着てみたんですけど、おっと止まらない。まあこうなりますよね。あ、これ開くの忘れてた。これ 1,2,3 忘れてましたね。 1,2、 あ、2ミラーですね。3、お、3でルーフ開きましたよ。これって中から見てもわかるんかな。あー、見えへんか。あ、閉まった閉まった、開いた開いた。ちょっとね、分かりにくいと思いますけど、ギリギリ見えてますね、ギリギリ。さあ、ちょっと運転してみようか。ちょっとこれ、エンジン音いつもと違うような気がしますね。たまにね、エンジン音が違う車あるんですよ。お、いいっすね。このシュー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 やめてほしいねんけどな、一番。シュー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 。こんな感じですね、皆さん。そうか。窓にまで色ついちゃったらね、ちょっと色変えるのも躊躇しちゃいますね。さあ、じゃあ次の車行きましょう。いいですね。はい。さあ、次の車行きます。ドン！おお！いいですね。ワゴン R でございます。これはどの方でしょう？まあ、ちょっと調べて書いときましょうか。お！これはちゃんとガラス色つかへんぞ。なんかもうちょっといい色あるかな。ゲッ！おお！あー、もうちょっと濃い紫がいいな。もうちょっと濃くしたい感はあるな、あるよね。お！いいんじゃないですか、この色は。これいいね。 OK、 これでいこう。はい。ということでやってまいりました、ワゴンワールでございます。あ、ちょっと雨が降ってきましたね。お、これ加速いいぞ。よし、じゃあちょっとね、内装見てみよう。うわー、すごい、めっちゃ綺麗やん、この内装すごいな。おお、めっちゃいいぞこれ。これは再現度高くない？
これめっちゃいいっすね。これはすごい。はい、じゃあですね、ライト関係見ていきましょう。ヘッドライトいきます。お、ヘッドライトいいね。まあ、ちょっとハイローの差はないっぽいですけど、いい感じにね、光ってくれます。ウィンカー、おー、なるほど。うわ、ちょっと早い早い早い、こいつら早いぞ。ちょっと怖い怖い。ウィンカーね、あー、サイドマーカーもある、いいですね。ちょっとまあ白く光ってる感がありますね。で、後ろ、うわー、すんごい事故ってるすんごい事故してますよ皆さん。ちょっとね、白く光ってますね。おっ、これね、バックホグまでついてますね、バックホグ。あー、一応テールライトとブレーキランプの差はありますね。ちょっと全部光るんですけど、まあ、光の強度でなんとか再現してますわ。で、バックランプ、おー、バックランプもね、ちゃんとついてますね。さあ、では行きましょう。ちょっと怖いので、ね、こっちから行きますよ。まだね、避けてしまえば済む話ですから。いや、ワゴン R 速いっすね。ワゴン R 普通に速いよ、これ。って、この内装がすごいわ。これめちゃめちゃすごいわ、これ。まあ、僕、あの、ワゴン R はね、運転、したことないんですけど、まあ、昔、ムーブ乗ってたんで、ちょっとね、この、なんていうか、軽自動車の内装感っていうのがね、わかるというか、いや、いいですね、これ。ほら、これなかなかいいですよね、ワゴン R。これ、車高落としたいな。なんか車高落とす方法ないんかな、このゲーム。これ、車高落とせたらめちゃめちゃいいのにな。もうエアロとかいらないんですよ。車高さえ落とせれば、OK ですからね、正直。すべての車は。ですね、123見の忘れてた、123見ましょうか。1、お、あ、ちょっとね、ドライバー消えちゃいましたけど、2、お、ボンネット開いた。あ、3でトランク開いた。ちょっともう一回カメラ見るか。おー、すごい、立体エンジンや、立体エンジン。ちょっと改造してそうですよね、これ。純正かな、ちょっといじってそうですけどね。わー、これトランクルームまで結構再現高いな。後ろの席とかも普通に再現高いっすね、これ。めちゃめちゃすごい。ワゴン R ちょっと侮ってました。これはすごいよ、なかなか。でも普通に速いですからね、ワゴン R。最高速度何キロ出るか見てみるか。お、ちょっとなんか高くなってきたぞ、これ。乗り越えられへん。さっき乗り越えれたのにな、なんか高くなってきた。乗り越えられへんわ。さあ、何キロ出るのかちょっと見てみましょうか。あ、ここで、こっち行け。よしよし。あ、また低い、また低い。100キロ。120キロ、130キロ、100、危ない危ない危ない。運転難しいですからね、このゲームは。矢印やった方がいいかな、もうそろそろ。まあ130、140キロぐらいでしょうね。はい、では次の車いきましょう。さあ、では最後の車いきます。ピッ、おおかっちょ、うわ、しかも何これ、なんかタイヤ上がってんねんけど、これ浮いてるし、え、これどういうことこれ。いや、この状態で走れるんやったらこれでもいいけど、浮いてたらちょっと嫌ですけどね。え、どうなってんねんのこれ、ちょっとめっちゃ気になるわ。ちょっと早行きましょうか。おー、なるほどね。はい、ちゃんとタイヤ戻ってくれました。ただでも結構低いですね、これ。このボクシー結構低いで、ちょっとね、ドライバー乗ってなさそうですね。ドライバーはノーですね。ノードライバーですね、これ。さあ、ではちょっと内装を見てみましょうか。はい、こんな感じ。あー、なるほどね。ちょっとまあ内装は、
簡単めといえば簡単めかもしれないですけど、まあでもハンドルだけちょっとなんか凝ってる感じありますね。ハンドルとメーター、ハンドルとメーター、しかもなんかメーターなんかおかしいよこれ。針がなんか2つずつありますね。ちょっと針おかしなことになってますけど、まあいいでしょう。ではですね、ヘッドライト見てみよう。これだいぶあの細いですけどね、ヘッドライトが。いきますよ、ピッ、おー、オッケーオッケー。お、うわ、下の光り方かっこいいな、これほら、これはなかなかかっこいいっすね。ちょっと拡大するとなんか線がぐにゃぐにゃしてますけどまあいいでしょう。はい、続きましてウィンカー、あ、ウィンカー、ちょっとフロントウィンカーちょっと見にくいですね。あー、でもこのボクシーめちゃめちゃ低いな、初めてちゃう、こんななんか車高が決まってる感じの初めてですよね。で、これ今ウィンカーついてるんですけど、後ろはもうほとんどないか。あー、なるほど、下が光ってますね、下が。で、あ、一応テールライトもあります。で、ブレーキランプもあります。ありますね、はい、あります。はい、まあこんな感じですね。あ、そうか忘れてた、矢印に変えました。矢印に変えたけど矢印がすごく押しにくいですね、これ。ちょっとね、ボタンの位置が端っこすぎるのでちょっと押しにくいですね。うわ、早っ、ちょっと待って、これめっちゃ速いぞ、速っえ、速いな、さっきのワゴン R とは比べ物にならへんぐらい速い。ほら、一気に140キロとか出て、これ道のせいですよ。お、速っ、え、めっちゃ速い、なんか滑ってるよこれ。うわ、滑ってる滑ってる、うわうわすごいことが起こっております。皆さん、ちょっとスピード出しすぎてね、スリップしてますね今。ちょっと運転席視点でもう一回行こうか。ワイパーもね、ちゃんと動かして、まあんな200キロとか出せるかな。あ、でも出そうですね、全然。おっと、おっと、あの衝撃がね、弱いですからね、衝撃が。だからすごい、そんな200キロとか出して事故ってる割には衝撃が弱くてですね、まあ、あの知れてます。いやー、これいいっすね、ボクシー。このボクシーはなんなんやろな、純正ではないですよねこれ。ちょっとなんかエアローかなんかついてんのかな。いや、これいいね。さあ、もう一度200キロの恐怖を味わいましょう。雨降ってるとか多分関係ないですよ。おもう曲がられへんから、そこまで来たら。いや、あのでっかいバス抜かせれたらもうすごいっすよ、事故らずに。うわっ、何それ、どういう何でそこで曲がってどうしたかった。ここの中、ここに入りたかった。こんなとこ入りたいかな。これちょっとあのなんか、これ車庫入れできるんですかね、車庫入れ。これ車庫入れできたらおもろいよな。あー、さすがに入らへんか。透明のね、壁がありそうですね。なんか車止まってますね、なんかこれ。あ、ちょっとこいつ並べよう、並べよう、アルファードと。あ、
前からマルファード来た。おい止まっとけよ。おおおい、おいいっすね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 。これもあーちょっと行くな。おいおいおい待て待てこら。おお何止まってんねん。もうワイパーいらんかな。オッケーオッケーオッケー。なんか今渋滞してるんで今のうちに。オッケーオッケー。これは皆さんどうですか。これこれいいでしょう。これアルファードとボクシー、まあ、どっちもトヨタですけど勝負してますからね。この2台はおそらく、まあでもやっぱ車高とかね買ってますよボクシーが。このタイヤの、うん、このフェンダーの隙間とかもう皆さん見てます。はい、まあ、デザインね、まあ、確かにどっちがいいかなっていう話はあるかもしれないですけども、はい、ということですね、今回もバスインドネシア、バスバスインドネシアシムでですね、結構まあ、遊んじゃったんですけども、他にもですねもっといろいろありますのでまた紹介していきたいなと思います。ということでよろしくお願いします。